どうも皆さんこんにちは、なあよ鉄道チャンネルのなあよです。突然ですが皆さん、快速列車というとどのようなイメージをお持ちでしょうか？快速列車は普通列車よりも速い、そんなイメージを持たれている方が多いのではないでしょうか。今回は快速列車の常識を覆す普通列車よりも遅い快速がこの京浜東北線に走っているということで、今回はこの京浜東北線の快速列車に品川駅から田端駅まで乗車をしていこうと思います。それでは本日もぜひ最後までよろしくお願いいたします。京浜東北線は山手線と並走する区間、品川田端間のうち浜松町田端間は午前10時30分頃から午後3時30分頃までは快速列車しか運行されていません。途中駅の通過駅を利用する際は必ず山手線に途中駅のどこかで乗り換える必要があります。ここで京浜東北線の快速列車の歴史を紐解いていきます。京浜東北線の快速列車は1988年3月13日のダイヤ改正より登場しました。快速設定当時は品川駅を発車すると田町、東京、秋葉原、上野の順に現在の停車駅と比べるとかなり少なかったことがお分かりいただけるかと思います。今到着しようとしている高輪ゲートウェイ駅ももちろん快速列車設定当時にはありませんでしたからね。高輪ゲートウェイ駅はまだ開業したばかりということもあり、乗降客数はかなり少ないと思うので、快速列車の通過駅にしてもよかったんじゃないかな、そんな風に僕は思います。高輪ゲートウェイ駅を発車すると2019年の11月に新しく線路が切り替えられた新線へと入っていきます。この区間は京浜東北線の北高のみは高架線となっています。この線路切り替えの時は山手線と京浜東北線が運休になったことが思い出されますね。京浜東北線、山手線の並走区間のところどころには画面前方に見える両渡り線があります。この両渡り線は山手線と京浜東北線のどちらかでトラブルが発生した際にこの線路を使って山手線の車両を京浜東北線で走らせる、逆もしかり、そのような感じで山手線、京浜東北線のいわばバックアップ、そのような役割があります。列車は間もなく快速運転の始発駅でもある浜松町駅に停車をします。浜松町駅も快速設定当時は通過駅だったんですけれども、現在前方上部に見える東京モノレールが2002年に JR の傘下になってからはこの浜松町駅も京浜東北線快速列車の停車駅となりました。次は東京です。ついに浜松町駅を発車し快速運転の始まりといったところなんですけれども、京浜東北線快速列車は各駅停車や山手線では聞くことのできない少々珍しい放送形式で車内放送がなされます。皆さんお気づきになられましたかね。通常京浜東北線各駅停車や山手線だと駅間が短いため、次は東京、東京、お出口は右側です。このように次の駅の案内放送と出口の放送が一緒にされるのですが、京浜東北線快速列車の場合次の停車まで時間があるので次は東京です。このように駅発車後には次の駅の名前のみ流され、駅の到着前に詳細放送が流れる、そんな形になっています。列車は新橋駅を通過します。新橋駅は上野東京ラインの普通列車はもちろん常磐線の特別快速なども止まる駅ですが、京浜東北線快速列車は通過していきます。新橋駅では前方に走っていた上野東京ラインの普通列車を追い抜きました。この列車はまた後で見ることになるので皆さんよく覚えておいてください。まもなく東京お出口は右側です。新幹線、中央線、上野東京ライン、総武快速線、京葉線と地下鉄丸の内線はお乗り換えです。東京駅の一つお隣、有楽町駅を通過します。有楽町駅では先行の山手線を追い抜きました。この山手線も上野東京ライン同様また見ることになるのでよく覚えておいてください。なぜ各駅停車の山手線がまた見ることになるのか、その詳しい理由については後ほど説明していきます。赤レンガ駅舎でおなじみの東京駅に到着です。
この先東京駅から上野駅までというのがこの動画のタイトルにもなっている普通列車よりも遅い快速が誕生してしまった原因の区間となります。なぜ京浜東北線の快速列車は普通列車よりも遅くなってしまったのか、それはズバリ上野東京ラインの開業があります。上野東京ラインは2015年3月の14日のダイヤ改正にて誕生しました。実は京浜東北線快速列車は上野東京ラインが開業する前、つまり2015年3月14日以前は東京を発車すると秋葉原上野の順に東京上野間途中秋葉原のみ停車をしていました。ですが上野東京ラインが開業し、停車駅は上野東京ラインは東京上野間ノンストップということになり、もう京浜東北線快速の速達性はもう必要なくなったというわけです。そのため上野東京ラインの開業と合わせて京浜東北線快速列車は神田駅は常時停車、御徒町駅は土日休日のみ停車という形になりました。このような経緯から快速列車が普通列車よりも遅い、そのような事態が誕生してしまったわけです。ですがこれは決して悪いことだと僕は思いません。それはなぜかというと、現在は神田駅に停車をしようとしているところですが、神田駅では中央線と乗り換えることができます。中央線は東京駅でも乗り換えることができますが、東京駅で中央線に乗り換えるとなると、とても長い階段エスカレーターを登る必要があります。神田駅ならその必要はありません。停車駅が増えるというのは所要時間が延びるというデメリットの他に、乗り換えがしやすくなるというメリットもあります。ところで皆さん、先ほどの神田駅入線シーンで山手線と同時に神田駅に入線しているということにお気づきだったでしょうか。あの山手線は確か有楽町駅で追い抜いたはずですよね。なんで神田駅に同時に入線しているのかというと、それは山手線と京浜東北線の車両の性能の差があります。山手線で使用されている E235 系は加速度が3、それに対し京浜東北線で使用されている E233 系は加速度が 2.5 ということで、短距離の輸送では京浜東北線より山手線の方が優れている印象があります。その差はどんどん離され、秋葉原駅ではついに先に行かれてしまいました。そしてその横に走っている湘南色の電車、これは新橋駅で追い抜いた上野東京ラインのはずです。なんと秋葉原駅では追い抜いた2つの列車に先に行かれてしまいました。これはもう快速列車としての立場が危ない、そんな瞬間です。でも平日ダイヤの場合はまだ可能性があります。御徒町駅は通過なので、おそらく御徒町駅で再び山手線を追い抜くことができることでしょう。前方に御徒町駅が見えてきました。山手線は減速をしています。この隙に京浜東北線は山手線を再び追い抜いていきます。そして上野東京ラインもこの御徒町上野間というのは速度を落として運転するので、もしかしたらワンチャン追い抜くこともあるかもしれません。御徒町駅を通過です。御徒町駅を通過すると列車は上野駅に到着します。上野駅を出ると次は田端駅まで3駅連続で通過する京浜東北線快速列車の一番の見どころといえる区間になります。ところで上野駅は京浜東北線の駅には珍しく発車ベルが現在でも頑なに採用されています。これは噂で聞いた話なので、嘘か本当かは分かりませんが、まだ夜行列車が東北地方と上野駅を結んでいた時代に、東北地方から上空を落ちてきた方がいきなり発車メロディーを聞いて戸惑わないようにという JR 側の配慮だと聞いたことがあります。上野駅は発車です。上野駅から日暮里駅間は京浜東北線、山手線、上野東京ライン、高崎線、宇都宮線、常磐線の線路計10本、これはすべて東北本線に属しており、一つの路線としては日本一線路の数が多い区間を走行していきます。鶯谷駅を通過してしばらくすると京成上野駅、地下から高架へ上がってきた京成線と立体交差をします。京成線と立体交差をすると列車は間もなく常磐線と京成線の乗り換え駅である日暮里駅を通過します。日暮里駅にもし停車をしたら常磐線や京成線との乗り換えがかなり楽になると思いますが、京成スカイライナーではなく成田エクスプレスを使ってほしいという JR の思惑があるからか、
京浜東北線の快速列車は通過となっています。おそらく東京モノレールと同じように京成線が JR の傘下になったら、この日暮里駅というのも京浜東北線快速列車の停車駅になるんでしょうけれども、これ以上停車駅が増えても快速列車の存在意義というのが問われてしまいますから、これはなかなか難しい問題だと思います。日暮里駅を通過し、すぐに西日暮里駅を通過します。西日暮里駅は山手線京浜東北線の駅の中で高輪ゲートウェイ駅に次ぐ2番目に新しい駅です。日暮里西日暮里間は山手線の中で最も駅間が短い区間とされており、その距離はなんと500メートルしかありません。西日暮里駅では先行の山手線に追いつき、西日暮里田端間は山手線と並走するような形で進んでいくということになりました。品川駅から田端駅まで快速列車に乗車をしてきたんですけれども、その中で抜いたのは山手線1本のみということで、本当にこの京浜東北線の快速列車の存在意義があるのかというのはとても大きな疑問ではあります。山手線とぴったりと並走しながら列車は間もなく田端駅に到着します。田端駅から先、田端以北は終点まで京浜東北線は各駅に停車をします。出発表示は田端駅から先は通過駅はないので各駅停車と変更されます。今回は快速列車の常識を覆す普通列車よりも遅い快速、京浜東北線の快速列車に品川駅から田端駅まで快速区間を全区間乗車をしていきました。この京浜東北線は快速らしい走りはありませんが、上位種別が停車する新橋駅や日暮里駅を通過するという少々珍しい体験もできますので、皆さんもぜひ興味がありましたら京浜東北線の快速列車に乗車をしてみてください。それでは本日の動画は以上となります。コメント、評価、チャンネル登録、何でもいいので応援をしていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。